今日、東芝の浜が、オープンチェーン仕様活用視野に見えた SW360 の運用についてという、テーマでちょっと皆さんとお話とかディスカッションとかできたらいいなと思います。よろしくお願いします。まずSW360 っていうツール、もう一回ちょっとどういうものかって、本日まず振り返りとして SW360 が何かと、あとそのオープンソースを使う上でやっぱりこうとても大事、とても意識したいっていうものとして、オープンチェーンっていうものがあるんですけど、その仕様をどう照らし合わせていくかとか、あと、オープンチェーンの中にもいろいろサブグループがあるんですけど、そのツーリングのグループがありまして、そこら辺でどういう話があったとかっていうのをここでご紹介できたらなと思ってます。で、最後まとめです。で、前回の振り返り、前々回なんですね、正確には。前々回ここで SW360 っていうものを紹介させていただきました。ちょっと前々回の資料を開きます。どういうものかっていうと、ソフトウェアの、いろいろコンポーネントとかのカタログを、1個のアプリ、ウェブアプリケーション上に、まとめまして、それぞれの、オープンソースだったり、ソフトウェアのパッケージだったり、ライブラリだったりが、どのプロジェクトとか、どの製品に使われているかっていうのを紐付けて登録して、こう見やすいようにするっていうようなものが、SW360 です。で、その中で、この例えばオープンソースを入れたときにライセンスとか他に輸出管理の情報だったり脆弱性だったりとかっていうのも、オープンソースの情報としてあると思うんですけども、それも一緒に管理しましょうと。で、これを見たら、オープンソースこれの概要が大体わかると、そういったものを確認できるようなツールが SW360 となってます。で、前回これをちょっと動かしてみて紹介したんですけど、じゃあこういったものをあったときに、じゃあ何を嬉しいのかとか、どう使っていったらいいのかっていうのを今日はもう少し具体的に話していきたいと思います。ちなみにキータの方にインストール方法とか設定方法とか、書いていますので、後でこのスライドを上げますので、お時間のある方はご確認ください。でですね、先ほども少し話したんですけど、オープンチェーンっていう、オープンソースの使い方のある意味世界標準みたいなものがありまして、どうやってオープンソースを使っていけばいいかっていうのを、順番に、こう並べていったものを書いたのがこれです。ちょっとうちがカスタマイズした、ものもありまして、こう最初にオープンソースを選ぶっていうものもあるんですけど、あとは、オープンチェーンのちょっと前のバージョンでして 1.2、 このオープンチェーンの仕様みたいなのもいろいろバージョンがどんどんアップデートされているんですけど、少し前の 1.2 に準拠したときは、まず最初オープンソースを選んで、選ぶっていうのはもともとあったものじゃなくて、うちの、考えでやったものなんですけど、オープンソースがどういうものなのか確認して監査して、いろいろ使おうとしたら問題が出てたら、それを解決して、レビューをして、ちゃんと承認して登録して、使うってことを告知したりして、検証して、反復をしたりして、こういったことをやった上で、ちゃんとオープンソースを使っていきましょうというふうに、プロセスがありまして、これに合わせてさっきの紹介した SW360 はどういうふうに、使えるのかっていうのを少し考えてみました。で、最終的に何がしたいかっていうと、登録して何が嬉しいかっていうと、一回オープンソース、のことを調べたら、例えば同じ会社で別の部門がまた調べ直すっていうことをやめたいわけなんですよ。なぜかっていうと、もちろんライス、使い方が部門が違ったら使い方が違うので、なんで全ての情報が一緒だっていうわけじゃないんですけど、例えばライセンスだったり、報告されている脆弱性だったりは、なかなか
共通の部分がありまして、 A っていう部門がそれを調べたら、ちょっと、まあ、例えば弊社の場合ですけど、それをまた B っていう部門が全く同じことをやっていると、そこはまあもう一気にまとめてやるっていうことができたらいいなっていうふうにやって、まあ、データを登録してこういうふうにサイクルを回していけるような形で、運用ができたらいいなと考えております。で、それぞれに、例えばこのオープンソースだったら、そのプロジェクトって言ったら、そのプロジェクトのバージョンとか、このプロジェクトとか商品誰が見れるかとか、まあ、そこら辺の責任者とかがまず登録できまして、でさっき言った、まあ、コンポーネントとかっていうのはベンダーだったり、まあ、言語とかライセンスだとか、こういったものが、登録できるようにやって、まあ、相互に関連付けれるようになっております。じゃあまあ実際に、OSS 利用しようとなった時に、まず最初にどういったソフトウェア利用するかとか、検討とか企画すると思うんですけど、まず SW360 上でどういったことをするかというと、まあ、プロジェクトを当然作ります。で、その後に、既存のプロジェクトが、ある場合はそれが、正しい適切であることを確認したりして、まあ、プロジェクト誰がやるかとかっていうのを、設定してアクセス権限を設定する、まあ、こういったことが全部 SW360 上でできるようになっています。まあ、要するに担当者を決めて、見せたくないものに関しては見せたくない人には見せたくないようにっていうふうに、まあ、そういったまず人間の設定みたいなのをすることができます。で、実際にプロジェクトが始まったらどういったオープンソースとか使いたいかって考えまして、まあ、例えば他の部門でこういう実績があるとか使われているとかっていうのを確認、場合によっては確認して、それぞれ、リストアップして、確認をするということを、まあ、先ほどのように GUI で見やすくできるので、まあ、一気に確認することができます。で、まあ、こういったことを、登録、もし新しく使う場合は当然最初は登録しないといけないので登録すると。で、ここをちゃんと大事なのが、最初に使う場合はちゃんとソースコードの確認を行って、責任者が誰かとかそういったこともしっかり登録するということを行います。で、まあちょっとここが、SW360 じゃ、まだまだこう追い切れない部分ではあるんですけど、最終的にこういったことができるようにしたいなっていうことは、まあ、ソースコードをスキャンとかライセンススキャンとか、まあ、これはポストロジーと連携することができるのである程度はできます。で、まあ、コードスキャンとかオープンソースの使用状況を、もうちょっと分かりやすくスキャンしたり、まあ、脆弱性キーの設定、CPID っていうのを入力するんですけど、まあ、ちょっと CPID をうまく言えないと、この SW360 脆弱性情報を、自動で拾ってくれる機能はあるんですけど、それをうまく拾ってこれないので、ちょっとここら辺はノウハウみたいなのが必要です。で、その後に、まあ、コンポーネントとか、輸出管理情報とか、ここら辺ちょっとまだ SW360 が、日本向けではないので、ここら辺の情報はドイツ仕様になっているので、今のままではちょっと使いきれないんですけど、まあ、ここら辺いろいろ追加機能とか開発とかできたらいいなと思いつつ、眺めています。で、まあ、コンポーネントあったら、当然、情報をして、まあ、ここで、まあここまででちゃんとオープンソースの問題がないかっていうのも確認して、それぞれ新しく分かったことがあったりしたら、コンポーネント情報とか、登録して、あとレビューをかけるようにボムを出力するっていう、どういったライセンスとかどういったコンポーネントがあるかっていうのを、まあ、レビューする視点見やすいように出力する、まあ、ここは SW360 できるようになっています。で、まあそこまでしたらレビューをする人が、ちゃんとオープンソースのライセンスの問題が解決してるかっていうのを検証したり、アーキテクチャとかレビューとか、コードの検証とか、リンクがちゃんと解析できてるかとか、
レビューをしまして、でこれであの問題が見つかった場合はちゃんと開発部門に対応を依頼と、研修はもちろん人間がやるんですけど、問題があった場合、対応を依頼するみたいなことは、その対応の開発部門が、どこにあるかっていうのはすぐに分かるようになってるんで、デザブル360があればすぐにできるようになっています。で、承認ということなんですけど、さっきのレビューがちゃんと分かったんだったら、誰がどのタイミングでどういった条件で承認したかっていうのを、しっかり登録します、やります。で、検証するとか、ちゃんとどういった理由でダメだったとかいいとかっていうのを明らかにするっていうことを、やるんですけど、ここは、なかなか今の SW360 のままでやるっていうのは難しいんですけど、こういったこともなんかうまく実装したら承認っていうのも記録が残せるようになるんじゃないかなとは思ってます。で、オープンソースのバージョンとか社内担当者とかをしっかりと記録するといったことで、もちろんいろんな登録の仕方とかルールとか、やり方があって、SW360 ってこううまいこと入れないとなかなか機能がしないんで、ある程度運用者がルールを決めてないといけないんですけど、そういったところで、ちょっとどういったルールがいいのかなとか、もしルール決めただけでも足りない場合があったら機能とか追加しないと、機能を追加しないといけないかなみたいなことは考えてます。で、引き取り終わったら、ライセンスのドキュメントとかを、SW360 っていうのは自動で作ってくれます。ちょっとお見せいたします。例えば先ほど言いますプロジェクトがありまして、そのプロジェクトの項目を開きまして、でここでさっき言ったどのようなコンポーネントが使われているかっていうのが、一覧で出てくるようになっています。で、最終的にライセンスドキュメントを作る段階では、ここにちゃんと登録してライセンスも紐付けた上で登録しておけば、このジェネレートライセンスインフォっていうのを読み込めば、今サンプルとしてちょっと義務のデータを入れてます。で、こういったライセンスインフォっていうのはホストロジーから持ってきたものを貼り付けることができるので、ここに貼り付けておきます。で、中を一通り確認しまして、出力形式を選ぶと、ドキュメントが出てきて、ちゃんと中に入っているコピーライトテキストとか入っているライセンスとかが出てくるようになってまして、中に入っているライセンスの情報とかが綺麗にまとまった、文章が、ボタン一つでこう出てくるようになってます。で、もちろん会社ごとによってフォーマットとかカスタマイズとか必要だと思うんですけど、こういうことをやることによってちゃんとやったものを手作業でやることなく、そのままライセンス、ドキュメント書みたいなのが作れるという形で SW360 が機能を備えています。で、ちゃんと出荷する前に、バージョンとかがちゃんとやってるか、
オープンソースの、含むコードを配布するときはちゃんと、どういった方法で問い合わせがあったとき配布するかと決めないといけないんですけど、ここら辺はまだちょっと機能はないんですけど、適宜こういったことが漏れがないように、実施状況とかを確認していくように、しておく必要が、あるので、それになんか役に立つような機能もあればいいのかなと思います。で、ちゃんと、例えば公開期間とか公開するとなったら公開している場所だったり、ソースコードを公開しているウェブページだったりっていうのを、しっかりと登録して、それ自体は SW360 に入るのでやって、最終的に、同じことできるかっていうのを、確認をするといった、これを SW360 で実現するのはなかなか難しいんですけど、こうなんか機能を付け加えたとしても、それでも何かできることがあるのじゃないかなとも思いつつ、こういったことが、一連の、オープンチェーンの流れにプロセスに沿ったものが SW360 で結構いろんな部分が実現できると。もともと SW360 ってGmens の社内ツールで、もちろん Gmens はオープンチェーン のことを意識してこういったものを作っているので、ある意味対応しているのは当たり前なんですけど、もう少しいろいろやりながら、だったらそういうだけだったらということで、我々の会社はいろいろやろうとしているところもあるんですけど、こう運用ノウハウみたいなのもいろいろやっぱりありまして、そこも分かってできることはこういったところで話していけたらなっていう感じで、こういった案というかこういうふうにやっていこうと考えてますっていうのを今ちょっと紹介させていただきました。で、こういったツールの紹介自体は、そのさっき言ったオープンチェーンのジャパンワーキングっていうのがあるんですけど、その中にツールの使い方をみんなで相談しようっていう、グループがあります。で、ちょっとそこでもいろいろ話を出してきました。で、その前にそのツールサブワーキンググループがどんなものなのかっていうのを、紹介します。その前にオープンチェーンでジーネスの方がいろいろ発表してたので、後で上げておくので、そこら辺でジーネス、実際に使ってるジーネスの方がどういうふうに SW360 をやってるかっていうと、なんかこういうふうにいろんな開発環境とか CI とかの環境をやって、ここら辺にこういったところに SW360 を埋めていきますよっていうふうに、作った資料があります。で、そこら辺は見れるので、いろいろ参考になるかなと思ってます。この真似を必ずする必要はないんですけど、こういったものが築き上げれたらオープンソース正しく、しっかりと使えるっていう感じになるんじゃないかと思ってます。で、話は戻りまして、 SW360 の話を、ツーリングサブワーキンググループにしました。で、どういったことで話をするグループなのかというと、ツールに関して特にオープンソースのコンプライアンス関係なんですけど、知りたいこととか疑問に思ったこととか分かったこととか、インストールの方法とかノウハウとか、こういったことがあればいいなっていうのをメンバーから議論する場です。で、月に1回ぐらいフェイストゥーフェイスで話し合いを行ってまして、ある意味緩い感じで議論をやってます。で、基本的にはスラックでやり取りをやってます。で、ここで出てきた話は代表者、そこにいる小林なんですけどがやって、ジャパンワーキンググループでこういったツールに関する意見の交換も行われましたよっていう報告で、やるといった場となってます。で、もちろんジャパンワーキングの下のプロジェクトグループなので日本語でやってます。で、場合によってはこうツールの複雑なツールとかがあるんだったらハンズオンをやったり、お互いにツールの紹介をしたり、ツールの関係のセミナーとかやっていっても、今後やっていってもいいかなと考えてますし、こういろいろそういう人が来てくれるといいなとも思ってます。で、そういったことで、どういったツールが他にあるのかとかもマッピングをどんどんしていったり、そういう活動をしてます。していこうとしてますっていうのも、まだ3回ぐらいしかやってなくて、もうそろそろ4回目で、まだまだ始まったばかりのプロジェクトなので、
こう今後こうやっていきたいなとかっていう希望みたいな言い方になっちゃってるんですけど、まあ、そういった場面です。で、まあ、そういった意味ではこうメンバーがもっと集まっていくためにどうしたらいいかっていうのも含めて話し合いをしてます。で、まあ、あのツールに関する入手可能、どう役に立つとかの情報をまとめて、まあ、あのもちろんあの得られた結果をコミュニティにツールを作って、オープンソースのツールだったらコミュニティで提案するとか、ツールが管理するデータをどうやって、まあ、流通させるのかとか、まあ、そこら辺はあの SPDX とかそこら辺の、別のサブワーキングがあるので、そこら辺との連携もやっていきたいと考えてます。で、まあ、活動がもうちょっと進んだらこうどんどんどんツールのセミナーとかも目標として、あの開くことを目標としてやっていってます。でもちろんあのツールって言ったらオープンソースのもの、まあ、ポストロジーとかオープンソースなんですけど、まあ、商用のものもあります。で、大事なのはちゃんとアンチトラストポリシーを守って、商用ツールに関しては考えていきましょうと。あの要するにあの過度にじゃなくて、推薦だったりあのあえて排除したりっていうのはあのしないと。情報が出てきたら、まあ、情報は情報として扱うと。まあ、その情報に関して推奨とか排除はしないと、まあ、こういった感じで、まあ、商用ツールとは向き合いながらいろいろやっていこうとしています。で、まあ、一般的な、じゃあどう具体的にどういうものなのかっていうと、一般的な情報収集だったり、もし今後なんかベンチマークとか出てくるんだったら、こうライセンスの分析とかベンチマークと比較とか、やっていくとか、そういうところはまあいいのかなと。ただまあ、やっぱり推薦とか排除はしないと。で、まあ、いろいろ、ただ、商用ツールに関しては、難しいところもあるので、まあ、議論は今後必要なんですけど、大事なのはアンチトラストポリシーを守りながら話していくっていう、まあ、そういった団体となってます。まあ、いろいろ、ツールの話とか、出てきてるんで、こういったことを、情報収集、こういったツールの情報収集をしていきたいなみたいなことが、もうすでに、あ、これ自体は、公開されているので、確認いただけます。あの順番に、まあ、もちろんポストロジーとか有名なものはあるんですけど、SPDX の関係ツールだったり、あの、まあ、情報管理、さっき言った SW360 も含めますね。で、まあ、他にもここら辺商用ツールがありますが、まあ、そこら辺も、話して、オープンソースを扱うものとして話していきたいというふうに考えてます。で、まあ、そこでちょっと SW360 の話をしたときにどんな意見が出てきたかっていうと、ちょっとインストール時はなんかいろいろまだSW360 自体は できたばっかりっていうわけじゃないですけど、こうコントリビューターが少ないので、まあ、インストールできないねということが書いてある通りになかなかできないねみたいなこともあるので、まあ、そこら辺をどうやって回避したらいいかとか、もし直し方が分かったらちゃんとコミュニティに報告しようとか、そういったことを、話し合いました。で、そうですね、さっきも言いましたように、パフォーマンスとか運用ルールってすごい大事なので、どうやったら運用、どういうふうに運用ルール決めたらパフォーマンス出てくるかとか、そういうのも話し合えたらいいねとか、CVID とか設定したときに脆弱性情報を自動で取得してくるんですけど、ちょっとパラメータチューニングがある必要なので、いいパラメータチューニングってどうなんだろうとか、そこら辺を話し合えるといいかなみたいに、話してました。で、まだこうなかなか日本の、ちょっとさっきも言いましたように、輸出管理とか日本に、対応しなかったので、こういった時日本側だったらどういった項目があったりしたらいいかなとか、こういった話もまあ共有できたらいいねと。まあ、全部オープンソースに関することなので、こういったことまでは話し合っていいだろうということで、こうなかなか問題提起とかが起きてきて、起こりました。で、まあ、ちょっとまとめです。まあ、SW360 最初にやって、まあ、運用とかノウハウが必要です。で、まあ、こう、いろいろ、こう、機能とか、運用とか、議論していきたいと。で、もちろんここでもいろいろご意見があったらいただきたいですし、ツーリングサブワーキンググループの方でもこういったことをやってますと。で、あと、まあ、系ですね。SW360 について、オープンソース、ソースサミットで、横浜のやつで、あれ違う、横浜じゃなくて、虎ノ門でしたっけ、でやるので、もし興味がある方は、ぜひ来てくださいという感じです。以上です。ご質問とかがあれば、お願いします。
っと AI で全部押さえてるぜっていうような、はい、そういうイメージを少し最近抱いてるんですけど、はい、そっちの方がやっぱりやりやすいんですかね、はい、それともいろんなソフトを組み合わせながらシステムとして構築してた方がいいかなと思うところもあって、どっちがいいかなっていうイメージを持ってます。完全にこれは個人的な主観なんですけど、どっちでも対応できるように進んでるんじゃないかなってイメージはあります。ただオープンソース、特に商用ツールとの連携に関してはかなりこう取り組んでいる人が多くて、商用ツールのデータをインポートとかするようにしてるんですけど、それを除くと SW360 が、同じ SW360 プロジェクトの人たちが機能を拡張しているっていうイメージがありますね。大丈夫、こんな感じでよろしいでしょうか。はい、はい、はい、パソニーの松本です。はい、結構前なんですけど、他社さんの話ですので、なんか富士通さんはなんかエクセル化シートかなんかでその社内のメンテナーとかを管理してるみたいな話を聞いて、まあ各々なんかいろんな方法でも管理してると思う。で、東芝さんもこのSW360 まで使う前はまあ何かで管理してたのかしらちょっとあげないですけど、まあ、これ使っていこうっていう一応モチベーション、決めてとか今話聞くと、まだまだシーメンスさんのが、ジーメンスさんのが公開されたってところで、こう社内のあれとマッチしてなくてちょっと苦労されてるところも多いのかなっていうところが、それでもそのステートルじゃないけどちょっとこれを使っていこうってなったような、はい、その辺の背景だったりとかこうちょっと教えてもらえると嬉しいな、はいはい。一番最初に選んだのは自分じゃないんですが、もちろん最初にオープンソースであるっていうのが一つの理由です。これ自体は間違いなくて、もちろんどんどんオープンソースって最初はいろいろ機能とか足りてないんですよ。運用方法とかノウハウもないんですよ。でもオープンソースである以上はみんながどんどん良くしていって、オープンソースの、エコシステムも回していく。それは機能だけに限ったことじゃなくて使い方とかも回していくとどん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 良くなると、そういったことに、東芝は基本的にこう興味があるというか大事にしていることなので、そういった意味でまず SW360 を選びました。で、もちろんいい機能がうちはなかなかこう情報管理がなんていうかな、部門ごとではしっかりやられてたんですけど、全体を統一してやるっていうところで考えた時にかなりこううまくいくんじゃないかみたいなことも、これの一つの魅力なので、それがもう一個の選んだ理由です。で、その大人の事情はちょっとそこにいる小林が大人の事情っていうか、はい、これはいいものを見つけたなと思ったのは、シーメンスはもうずっと先からオープンチェーンの活動とか、あとオープンソースのライセンスのスキャナーとか、そういうところにかなり一生懸命コミットしていたので、そういったところと一緒にやるのもいいなっていう、そこですね。で、あと SW360 自体が、それまで、私が今のところ知ってる限り同じようなことができるものってまだなくて、で、要は業務管理っていう視点まで置いてきちんとトレースできるのがなかったっていうところで、で、かつ UI があったっていうところですかね。SW360 やる前はじゃあどうなったかっていう話ですけど、ざっくり言うとですね、うち部門では Linux のディストリビューションを提供する部門なんですけれども、もう全部Git の巨大なリポジトリがあって、その中でどこにどのやつが出たかっていうのはもう全部一元管理でしてました。なのでコマンドでやることは全てもう 100% やったんですけど、いかんせん開発者オリエンテッドでそうですね、使えないっていうところもあって、やっぱりこういうオープンチェーンのスペシフィケーションとか出てきている中で皆さんが使えるような状態にしていくっていうことを考えたときに、いい一つの選択肢かなと思って、今は比較したんですけどちょっと選んでいます。
そうです。ちょっと先ほども紹介しましたように、例えば輸出管理だとか、ライセンスだとか、もちろんエンジニアはしっかり分かってなきゃいけないことなんですけど、少なくとも弊社の場合は必ずしもエンジニアじゃない人の責任を持ってやらないといけなくて、そこまでユーザーを広げた時にはターミナルで何でも確認するっていうのはちょっと不親切で、そういった時にこういったものがあると喜ばれますし、使いやすいと言ってくれます。で、さっきのライセンスの作成もそうなんですけど、なかなかライセンス作ってる人たちって自動化っていう発想がそもそもなくて、こういったものを見せるとすごく喜んでくれます。そこを工数かけ、ドキュメント作るのに工数かけられるだったら、もっとしっかりとライセンスを分析して問題がないように注力した方がオープンソースのコミュニティとしても会社としてもいいと思うので、そういった意味でも SW360 っていいオープンソースなのかなと思います。ありがとうございます。あ、ちょっとじゃあ補足を少し、はい、そんなに私も詳しいわけじゃなくて、単に浜さんのやつを聞いて理解している範囲なんですけど、これがいい部分っていうのは、例えばフォソロジーだと、フォソロジーがなんかライセンスのスキャンとかやってでやってくれるんですけど、これってそういういくつかいろんなそういう管理ツールがあったとき、それをちょっとまとめる役割みたいなところがあって、でどういうふうに まとめてくれるかというと、例えばある部門である OSS を使ってました、コンポーネントを使ってました、それが A って名前でした。で、同じコンポーネントなんだけど、ちょっと例えばハイフンなんとかってついてて、でも同じものですっていう時に、Excel とかで管理してるとどうなるかというと、それは別物として管理しちゃうので、同じものを使ってるのに同じ作業を2倍やんなきゃいけないのが、こういうので、うまく管理ができると、そこが同じものだねってことで管理ができるとか、あとそういう脆弱性の情報を取ってくるときに、これは同じものだね、片方もしハイフンでついてたらそっちは違うものだと思って脆弱性情報が取ってくれないとか、あるいは逆にたくさん取ってきちゃうとか、いろいろとあるんですけど、そういうのをまとめてくれるっていうところが面白いなと思ってます。ただ逆にちょっとそこの名前の付け方とかは難しいっていうのはちょっと聞いてますけど、まあなんかそういうのがあるので、うまく使うとなんか全体をうまくつないで面白い、効率よく大量の OSS をハンドリングできるようになるんじゃないかなとちょっと期待してます。素晴らしいです。ありがとうございます。些細な範囲なんですけど、はいはい、実際に事業部門であるとかに対するどういう段階が進んできてるんですか？そうですね、すでにモデルケースとして、去年半年一部門に使ってもらいました。で、今年は、全然違う部門でよく似たプロジェクトで、使ってもらおうとしてまして、で、そこで分かるのは、よくその具体的には言えないんですけど、もちろん、そのどれだけ調査の手間が省けるかっていうのを実際に検証しようとしている段階です。で、人間、もちろん概算なんですけど、その半分とかそういう時期じゃなくても 何分の1ぐらいまでには今までいろいろやってた部分が減るなっていうのは今の感触です。で、もう実際これから半期で実際どれぐらい個数が減るのかっていうのは調査して、もし公開できるんだったら公開したいと思うんですけど、一元化の効果ってあるんだなっていうのはもうすでに実感としてあります。ざっくり言うと、うちは派生開発、エンジンのところも多いんですけど、多いとはいえやっぱり似たようなもののところを派生開発をするので、そう考えるとベースとなって特にオープンソースの部分っていうのはかなりこう同じように似たようなものを使うんですね。で、そうなった時に SW360 はやっぱりどうしても最初のハードルがものすごく高いんですよ。運転種類っていうオープンソースを持って、一応全部はスキャンかけないといけないので、その手間を一回やっちゃうと、次からある意味差分で調査をするとか、そういうのもソースコードの中身を見て、本当にこことここを調査しなさいっていったところを、例えばやることができるようなツールは、ソースがまさにそうなんですけど、そういうことができるので、その手間をうまくこう、削減していきたいなっていう、そういう思いで。
まあ、今の時点ではパイロットプロジェクトなので大変だったなっていう感じが今してるんですけど、これからにちょっと期待を持ってもらっているので、まあ、そういったところになんかうまくいった事例があったらこれまた紹介していきたいなと思います。あとちょっと後で追加したくんですけど、SFU360 のユーザーメーリングリストとか開発メーリングリストもあるので、我々ももうなんか困ったことあったらそこに投げようと思ってますし、こうもちろん英語なんですけど聞いたら SFU360 のコミュニティ の GitHub で聞いても大丈夫です。すぐ反応してくれまして、あのローカライゼーションの輸出管理の問題も言ったらすぐにこう GitHub の一周に入れてくれまして、すごく広めようとしてくれています。彼らはGMS、今は Bosch と GMS がメインなんですけど、その2つで終わらせる気はないっていう意思は感じますし、国際的に広げていこうっていうのはすごく意思を感じます。そういった意味でもこう伸びしろはあるオープンソースだと思います。他何かあれば。あ、どうぞどうぞ。はい、すごい素朴な質問になってますけど、SF360、はい、名称って360なのか、なんかそこら辺の名前が結構皆さんもまちまちな感じで、なんか統一的に言われてる名前だったりバラバラですが、英語で発音してる人たちは SW360 って発音してますけど360も聞いたことありますよ。何でもいいけど、その360ってどういう意味ですか。360度っていいんじゃないですかね。じゃあ全方位カバーしてる、全方位カバーしてる、そういうイメージを、はい、もしそういうイメージが合ってたら向こうの名前つけてしてやったりだなっていう感じはしますね。全方位見渡せるからなのかなって、実際そんな気はしてますので。SW は当然ソフトウェア、ソフトウェアだと思う。 GMS の S じゃないかなとは思います。よろしいですかね。はい、じゃあどうもありがとうございました。ありがとうございました。